特急411号の新潟行き11時32分、同じく19番線にお乗り換えください。東北新幹線の山彦15号盛岡行きは10時44分、21番線にお乗り換えでございます。東北線の蓮田白岡土方面、今度の新特急那須野13号黒磯行きは10時45分8番線にお乗り換えです。普通電車の宇都宮行きは10時52分15番線にお乗り換えください。中崎線の阿部を熊谷本庄方面、普通電車前橋行きご利用のお客様10時48分13番線お乗り換えです。今度は高崎線の前橋行きは10時48分13番線お乗り換えです。新越線の軽井沢、小諸、上田方面、特急頭13号、直江津彦陵のお客様、11時ちょうど6番線お乗り換えください。日暮里、田端、王子、巣鴨、池袋、新宿方面お越しのお客様は、1番、2番線にお乗り換えください。以前の日暮里、田端、王子、赤羽、巣鴨、池袋、新宿方面お越しのお客様、1番、2番線にお乗り換えでございます。秋葉原、神田、東京、品川、五反田、渋谷、蒲田、川崎、横浜方面お越しのお客様は3番、4番線にお乗り換えです。なおこの時間、京浜東北線は快速運転を行っております。停車駅ではご注意くださいますようお願いいたします。この時間、京浜東北線は快速運転を行っておりますので、停車駅にはご注意くださいますようお願いいたします。また上野から地下鉄、タクシー、京成電車、バスをご利用のお客様、この列車の到着いたしました前の方1号車よりお進みくださいまして、正面中央改札口ご利用ください。四ツ谷、両国、千葉方面お越しのお客様、秋葉原でもう一度お乗り換えとなります。東海道、山陽新幹線、東海道線、横須賀線、東武快速電車ご利用のお客様、東京駅でもう一度お乗り換えください。またホーム、中ほどにございます、エスカレーターのついた階段ございます。ご利用になりますと、各遺伝乗り場にお乗り換えになりますので、どうぞご利用ください。本日は臨時特急、十和田号、とわざごご利用いただきましてありがとうございました。降りの際にどうぞお忘れ物、落とし物ございませんよう、お手回りには十分ご注意くださいますよう重ねてお願いいたします。